警察によりますときょう午後2時過ぎ藤枝市田沼の直線道路で87歳の男性が運転する軽自動車が北に向かって走っていたところ道路を横断していた自転車をはねましたこの事故で自転車に乗っていた島田市に住む17歳の女子高校生が頭を強く打ち病院に搬送されましたが重体となっています軽自動車を運転していた87歳の男性にけがはありませんでした 事故があった現場は横断歩道がない場所で、警察で事故の状況を詳しく調べています。